J-Wave Hello World、今夜は効果に注目ということでメールもね結構来ております。はい、ありがとうございます。桃蔵さん、私の学校長野県立中野西高等学校作曲が、藤沢守という方です。これはあのジブリなどで有名な久石譲さんの本名ですと。はっ、これを知ったのは卒業してだいぶ経ってからすげえと思ったんですが、太郎さんと同じく効果全く覚えていませんねえ、こういうの知ってたらもうちょっとこう残ってたのかもしれませんね。ナナピーパパ、娘の通っている高校の校歌1番2番3番でそれぞれメロディーが違うという変わった校歌です。3曲くっついてるみたいなもんですよね。1番2番って言う必要がないじゃないですか。入学式に行ってびっくりしました。覚えるのも大変ですっていうねえ、そんなメロディーがたくさんあったら。なおなおさん、全国に15校近くある東海大学の付属高校、校歌のメロディーは、全校同じで歌詞だけが違うんですと。それ結構賢いんじゃないですか。はい、続いていきましょう、ビール飲みたいさん、気持ち上がります。素直な心で大きな声で歌っていたであろう小学校の校歌、むしろ幼稚園の演歌は結構覚えた。あ、幼稚園で歌だから演歌なわけですね。響きだけで聞くとちょっとおかしく聞こえますけど、幼稚園の演歌、中学高校一部ちらっとだけ覚えてます。どちらの校歌かわからない部分もあります。あ、卒業した小学校はもうなくなってしまったのでっていうね。はい、幼稚園の演歌覚えてるってすごいですよね。まあ、そう考えるとさっきもほら、あの横浜市かで東京都かで、さらにですね、皆さんからのメッセージで、中学の頃よく千代田区歌を歌いました。区歌もあるんかい。そうですね、こうなってくるともう町内会の町歌ってのもありますかねえ。さすがにないですかね。で東京都かちょっと調べてみました。3番まであります。共通して言えることは、あの各あのバース、あの、まあ、1番2番3番、ごめんなさいね、各バースのオーラスは大東京今日も明けゆくという言葉で締めるんですけど、全く知らないですね。で、ウェブリオ辞書で東京とか概要を見ますと、あ、行進曲風なんですか。あ、ここでもやっぱ書いてあります。東京マラソンなど開会式で君が代は歌われるのに対して東京とか歌われなかった。やっぱそうですよね、俺聞いた覚えないもん。都のイベント式典でも本曲が演奏される機会は非常に少ないと。ちょっと幻の。ただですね、これ1974年シングル版でレコード出てます。キングレコードです。一応初リリースされてたわけですよね。全然聞いたことないですけど、はい、というわけでございまして、まあ、いろいろとこうあなたも自分の母校のね校歌って誰が作ったのかなとか今調べてみるといろいろ面白い発見があるのかもしれません。歌詞がユニークな校歌とか、あと生電話で校歌を歌いたいってうちのいいよとかね、ありましたらツイッターの方ハッシュタグ HW813、 校歌歌いたい方あなたの連絡先も書いてですね、メール hw@j-wave.co.jp でお願いいたします。さあこの後お知らせを挟んでね、後半なんですが、ちょっと最近の効果はですね、歌詞にいろいろ異変が起こってるということで最近の効果事情に迫ります。超歌ねえのか、超歌武蔵小山超歌みたいな、超歌で商店街歌とかね、商店街歌、いろんなそういう歌をされたんですか。いや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 、そんな何風がいいとかって、アルマゲドン風がいいとかって、はい、
DJ 太郎がお届けしています Hello World、今夜はですね、我が効果ということで効果事情をいろいろと探っておりますけどね、まあ会社には社歌があったりと、ジェーブ社歌ないんですかね。まあないでしょうけどね、ラジオ局だから社歌あってもね、なんかどっかに 81.3 みたいなまあこれがもうこのジングルが一つの社歌みたいなねもんかもしれませんけど、はい。さあ番組後半はですね、校歌の今度は歌詞に注目なんですけど、校歌の歌詞っていうと学校がある土地の風景とか自然、教育理念やモットーなど、まあメロディーに乗せたものが多いですね。僕が唯一覚えてる小学校の校歌は、空に大しくそびえ立つ真っ白き富士を仰ぎつつっていうんですけど、そんな近くにないけどって、まあそんな校歌にツッコミ入れたらね、多分これ先生聞いたらすごい怒られるんで、この辺で慎んでおきますけど、まあまあでもなんかそういうね、ものが入ってるとか、そびえ立つとか、まあちょっと山とか、そう高いものとか自然とか、なんかそういうものが入ってるの非常になんか多いのかなって。ただ最近はですね、時代とともに変化があるようです。そこで、番組ではインターネット上で噂になっていることや都市伝説など事実なのかを検証解明する記事を執筆されていらっしゃいますフリーライターのセブヤマさんにお話を伺いました。セブヤマさんは田舎の学校の校歌は山や川などの自然を歌ったものが多いと、ところが自然が少ない都会の校歌はどんな、言葉が歌詞に入っているのかを、調べた記事がツイッターで話題になりました、先ほどの流れでいきますと、僕の小学校は全然その逆を言ってる形になりますけどね、都会の学校なのに自然のことばっか歌ってまして、先生すいません、はい、ということで一体、まあ、どんなことが分かったんでしょうか。セブヤマさん、都会のイメージがある新宿にある小学校を対象にいろいろ調べてみたんですが、具体的にお話しさせていただきますと、まだ、西新宿小学校、こちらの校歌の中になんと高層ビルという言葉が出てきます。これは、大空を押し上げて高層ビルがっていう歌詞なんですけれども、まあ、大抵その大空を押し上げてっていうような歌詞の後には、まあ、僕も和歌山県のすごく田舎出身なんですけれども、やっぱりその地域で一番高い山とか、もっと言うと、まあ、静岡山梨の方だと富士山とかがその後についてきそうなもんなんですけれども、都会の効果は大空を押し上げてるのは高層ビルだったっていうような歌詞が登場するので、この時点でちょっと軽いカルチャーショックを受けまして、まだまだ調べてみますと、落合第二小学校の効果なんですが、こちら学校の校歌の中にプールという単語が登場します。まあ、これはもうあくまで僕の勝手なイメージなんですけれども、校歌の中ってあんまりカタカナ言葉っていうのは出てこないんじゃないかなっていうのをイメージとして、まあ、皆さん持たれてるとは思うんですけれども、実際に水にまつわるような校歌を言える場合は、例えば駿河の海に太陽を注ぎとか、海とか川のもの、スケールの大きい言葉っていうのが出てきそうなもんなんですけれども、こちらは実際にプールに窓にさんさんと光を差して君や我にっていうような歌詞が登場しておりますので、まあ、このあたりもちょっとやはり、まあ、さすが都会の効果だなというそういう印象を受けました。さらにですね、新宿区柏木小学校なんですが、こちらも個性的な効果でして、大通りの人波という歌詞があるんですが、こちら大通りの人並み、私たちは人間大好きっていう一連のフレーズなんですが、やっぱり田舎出身の僕なんかにするとちょっとゴリゴリしてて嫌だなと思うんですが、そうじゃない、大通りの人並み、たくさん人がいるのが、それを見て私たちは人間大好きなんだという、ここまで歌い上げているっていうのが、さすがちょっと、まあ、都会の効果だなというので、いろいろそういうね、驚きの歌詞っていうのが登場しているのを発見することができました。なるほどね。やっぱりまあ新宿になると当然ね、僕の学校も新宿にあったら富士山のこと言わなかったのかもしれませんけどね、高層ビル、なんかプールっていうのは意外とね、まあそのメロディーにもよりますよね。プールとか言って言ってもなんかこう合わないんじゃないかという気もしないわけでもないんですけど、まあでもそういう方がね、世代的には、まあ、残るんですかね、学校のプールとか絵が浮かぶじゃないですか、例えばですけど、はい。さあじゃあ、今後校歌はどのように変わっ
ていくんでしょうか、セブヤマさんに、いろいろとですね、お話を伺いました。特に新しい都会の学校の校歌に変化が見受けられるようです。まあ、これはもうあくまで僕の主観なんですが、まあ、やはりこれからどんどん東京というと2020年の東京オリンピックに向けて、まあ、どんどんまた新しい東京を目指して変わっていくと思うんですが、まあ、その中でどん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 近未来的なビルが建っていったりとか、新しい施設が登場したりっていうのが増えていくと思いますので、ますますこういった今紹介したまあ高層ビルとか、そういう人間がたくさんいるっていうようなのが、まあ、歌われていくんじゃないかなと思ってます。そうですね、確かにおっしゃる通り、ちょっとこうオリンピックに向けてっていうね、まあ、新しい東京の街並みだったりとか東京を象徴するものっていうのをこう歌詞の中に入っていくことになるじゃないかなっていう、確かにそんな風に思います。はい、ね、歌は世につれ、世は歌につれと言いますけど、効果もまた時代とともに変貌していくってね、まあ、新しい効果がこう生まれてもっていうところもね、いいんじゃないでしょうか。セブヤマさん、ありがとうございました。はい、こういう効果あってもいいと思うんですよね。シティボーイみたいな。男子校で、男子校でシティボーイ、いいじゃないですか。いいですね、都会の学校歌うんだったらもうね、仕事になってるシティボーイを、世田谷区あたりになりそうですね。ああ、いいじゃないですか、世田谷、世田谷シティボーイ。リミックスとかあればいいんですよね。アビーチとか、ちょっとあの卒業式バージョンはちょっとアビーチみたいにこうウェイグミーアップみたいにちょっと上がりメロディーになってるとか。グラデュエーションリミックス、そうそう、グラディエーション、グラディエーターリミックスみたいな。パッパッパーパラパッ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 、このぐらいポップな効果があってもいいと思うんですよね。吹奏楽部がちょっとスインギングしながらこう管楽器を吹いてみたいなね、どうでしょうかね、ということでお送りした曲は Fantastic Plastic Machine City Lights でした。さあ、じゃあ最後のパートはですね、日本の音楽シーンでご活躍するあの方たちが手掛けた効果、これに注目してみようと思います。まずはこちら、超やっぱ効果ないされてますねこれ。もう効果ってこれ
これだろうっていう、なんかこう初めて聞いたのに、わあこの効果懐かしいって思わずちょっと思ってしまいますけど、こちらはですね2010年4月伊沢高等学校と山梨園芸高等学校の統合によって誕生した山梨県笛吹高等学校の効果で、この効果を手掛けたのはあの、そうです、藤巻亮太さんね、教頭先生の古郡先生に伺ったところ、まあ、学校が統合するにあたって入学が決まっていた2人の中学生が校歌を作ってほしいという手紙を山梨県教育委員会に託し、関係者を通じて、まあ、事務所に届けられたことがきっかけということなんですね。すごいですね。で、藤巻さんはこの伊沢高校の、まあ、同窓生でもあって心よく引き受けてくれたということなんですね。自分が卒業した学校のね校歌を自分が作れるって、なんかすごいとても嬉しいことですよね。残りますしね、はい。で、古郡先生曰く、はい、笛吹きの地にふさわしい歌が、まあ、詩が織り込まれ、全校生徒が大きな声で歌うほど愛されている効果、歌詞にある強度、夢、超えてなどは社会全体で、もうやっぱりこれ求められている言葉なのではないでしょうかということなんですね。いや、うちの学校の効果ね、藤巻亮太さん作ったんだよとかってね、これはもう生徒の間でもねすごく残りますよね、はい。さあではですね、続いてはこちら行きましょう。こうちょっと一部こうミュージカルなのかなってこう思わずこう手をあの下から上にこうほーって広げたくなるみたいなね、ちょっとそういう気持ちにさせてくれますけど、こちら大阪府立河内の高等学校の校歌と、作詞は元財務大臣塩爺こと塩川正十郎さん、作曲はこれつんくさんです、はい。こちらもやっぱり、お話、教頭松浦先生に伺ったところ、平成16年の開校時、東大阪市に関係のある方ということで、塩川さんとつんくさんに、まあ、正直ダメ元で作詞作曲をお願いしてみると、意外にもお二人とも快く引き受けてくれたと、ものすごいコラボレーションですよねこれね。東大阪の文化を式に織り込んだ塩川さんの詩に誰もが自然に口ずさめるような歌いやすい曲のイメージでつんくさんが曲をね、作曲をつけるという、まあ、ちょっと普通では考えられないね、コラボで完成したまあ自慢の効果と、松浦先生曰く、生徒たちにとって愛着のある効果イコール、ね、愛着のある学校だというふうにお話してくれました、はい。つんくさんとこの塩川さん手掛けた効果もすごいんですけど、こちらもすごい。こちらはですね、茨城県の筑波修英高等学校の校歌です、タイトルはですね、風光る、ね、なんかもう聞いてるとですね、歌声の方がこれすごく気になるんですけど、そうです、こちらを手掛けたのはさだまさしさん、セルフ歌ってるっていう感じですよね、お前が卒業する前にじゃないっていうことなんですねこれね、素敵じゃん。3期生が卒業間際にこれ完成と、当時主任だった現在の教頭先生である、これ菊池さんにとっても思い入れのある校歌ということでございまして、たまたま佐田さんとお友達だった先生がいたことから依頼ということ、大体やっぱ近いとこ攻めてきますねそれはね、歌詞は生徒さんとの合作と、いまだに校歌を歌うたびにあの頃を思い出すという菊池先生曰く、校歌とはもう自分の子供みたいなものということなんですね。さあすごいといえばこちらの効果も、
これはなんかこうちょっと夏ね、ここへ来てリズム入ってますからね、これドラムが入ってる効果っていう、かなり曲の完成度も高いと思うんですけど、これお聞きいただいてるのは京都造形芸術大学の効果、こちらの作詞とプロデュースを手掛けてらっしゃるのはもう秋元康さんです。効果が存在しなかったため、開学20周年を機に副学長も務める秋元さんに依頼をされたと。でタイトルはキャンパス入り口の階段をモチーフにした59段の架け橋。秋元さんはこの階段を登るところから夢の先が始まる、歩き続けることが大事という思いで作ったということも、そういうストーリー構成完璧ですね、そこはね。まあこうやって効果をね聞いてると、まあ、歴史のあるものもこう新しく生まれたものもどちらもですね、まあ、青春時代の記憶を呼び覚ます力がありますとね。確かにそうです。今夜最後にお届けするのは東北大学の校友歌緑の丘です。こちらですね、東日本大震災を経験しその復旧と復興に頑張っている東北大学の同窓生、在校生、教職員の皆さんを元気づけたい、応援したいと、そんな思いで東北大学の同窓生であります小田和正さんがプレゼントした曲なんですね。東北大学の生徒の皆さんにとってはこれはまあ本当にね、あの気持ちに通じる、まあ効果、まあ、より一層大事なね、応援歌だと思います。効果という枠を超えて、誰の心にも、皆さんこれは染み入る一曲なんじゃないかということで、この歌を最後にお届けしたいと思います。またあの番組のホームページの YouTube ライブでオフィシャル動画も流しますので、まあ、もしラジオを聞きながら、ご覧になれる方は同時に聞いていただきたい、見ていただきたいと思います。それでは行きましょう。小田和正で緑の丘。Mm-mm.